頑張ったよ、アン。はい、ノエルちゃん、ちょっと見ない。Here comes a new challenger. Please select your character.The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. Action.Oh, my God.
こっちじゃないや。それでは、大会準備の方ができましたので、A 兄弟、B 兄弟ともに大会で使用させていただくため、その試合を、その試合ラストでお願いします。
ただいま、のぜの方を流しておりますが、試合が大会の方始まりましたら、大会の方へと映像を切り替えていきたいと思います。The wheel of fate is turning. Rebel One, action. Let's go.
やっぱり帰ってください。それでは、大会の準備できましたので、始めていきたいと思います。12月3日、ブレイブルー、スポーツランド音感ランド2-on-2大会の方、始めていきたいと思います。盛り上がっていきましょう。はい、ありがとうございます。それでは、A 兄弟に、もう一度お呼びします。ゼリカ使いの哲夫さん、バルケ使いの杉山さんチームと、レイチェル使いのキツネさんと、ジン使いのうどんさんチーム。あれやってる？大丈夫。技出し切れ、じゃんけんで大決めだけお願いします。B 兄弟に、もうお呼びしたいと思います。ライチ使いのミオさん、ライチ使いのミオさんと、神楽使いの林さん。はい、乙女たちチームです。お願いします。対するはニュー使いのママンさんと、ラグナ使いのリンさん。リンさんいるかな。あ、リンさん試合です。ママンさんとチームで、お願いいたします。それではじゃんけんで、大決めの方だけお願いします。早稲田式です。早稲田式同時出しです。A 兄弟はテリカマルケン VS レイチェルジン、 B 兄弟はランチカグラ VS ニューラグナとなっております。
The Wheel of Fate is turning. それでは、タイガラ始めていきたいと思います。まず影響体は鉄のセリカ VS キツネレイチェル。ここは早速まずバット入っていって 6DDD から、上りジャンピングから下段で中段を混ぜてラビオン使って、すげえ火力出てる、死んだ4500、すげえ火力。まず、1歩目取っていったのは鉄のセリカ。さあ2ラウンド目ジャンビーから触りに行ってジャンシーが長い、ダウンは取れないけど、おっと勝利、ダウン取って中段、距離が遠いところから中段を連続で打っていく。ただ50%ないと追撃はできないのかな、カウンターしないと。さあここで体力差を広げられたキツネレイチェルだが、家から引き取ってまだ死なない。これはジャンディからバースト4でラッキャー。さあストレートで勝利していったのはデッドゼリカ。さあセリカ使いにも希望を与えていく。B 筐体では、ニュータイ・カグラ。ラウンドを取っているのは、林カグラ。さあ、A 筐体の方、続いての選手は、杉山丸源 VS、うどんちん。名前が、逆ですが、バルケン使いの方が杉山選手で、ジンの方がうどん選手となっております。さあまず第1ラウンド翔くん 6C ガンガッシュ耳にバックス合わせて 9D 選手かな、おーしっかり運んで全然通す、しっかりと警備の反撃には5ビーで押し寄せ、バックスケーブルの5ビー、バースト吐いて立ち回りに戻るが、体力バーストともに陣側が有利。ジャンピーが当たっていたが何も食らずタックル、感性をつけたクグラシで立ち回していたがゴミが当たっていた。さあカウンター、ゴミがカウンターしていったが、コンボミスからしっかりとバルケンとして、おっとゴミが、オオカミゴミが悲惨戦を潜って、さあ非連想はしかしまだ死なない、おっとバースト相手に行く、ここはバーストがギリギリ間に合った、おっとディームソラビアからガードが硬い。さあオオカミケージがなくなった、でも一発当てれば終わりのため、さあオリジャン C が無双追撃。B 兄弟から悲鳴が聞こえていたが、さあブレーキ越しなんかいろいろあってオオカミケージが一気になくなってしまった。さあ6シートル、この絶妙に遅い中段に当たるも上入れたからしっかりガードしている。ラビオン使った崩しはしっかりガードしていたが、大谷変身からの崩しは雑に崩れてしまう。さあお青いけど3700かなり減っている。さあ結果ゴミ三振無双2700、全然通すも体力はだいぶ巻き返してきた。西体育からバースト開かせることに成功、気まずい距離
ジャージでカウンター、これは記憶絶命神だ。しっかりとこのスキルで1ラウンド取り返していった。うどんじんさあ完成で飛び込んできたところにゴーシーで押し抜き、列強で割り込んで、ここは爆破を主張権で消していく。さあお互い様子見合いからしっかりと手にはリラックスからゴミで押し抜きしていた。完成ジャンシーが通ってしまい、ブレーキ弾へ見えない。さあダウン取ってゴミ入れ耐えて、素晴らしい判断。これなんだっけ、あの蹴るやつが当たらなくてジンのターンが始まっていく。さあゴシ気まずい、気まずい、光っている。バースト吐いて、おーすげーけど、シャンシー無双ラッキャン使う込みのガーキャンでいる。お互いカウンター、体力はお互いミリだが送り込んだ。オオカミゴミ入れ勝利していたのはすげーまばるけん、ということで勝利したのは鉄尾杉山チームです。おめでとうございます。まではそう期待はできませんが、もう少ししっかりしてもらわなければ困りますが。それでは影響隊の方に続いてのチームを呼びしていきたいと思います。レリュー使いのマブカップさんとアズレル使いの明石さん、はい、大高田チームです。ライツ使いの練馬さんとセリカ使いの ND さん、はい、それでは、代表の方、じゃんけんで大決めだけお願いいたします。大決めだけで、いや、同時出しです、同時出し、大決めだけになります。じゃあ、マブカブさんチームが 1P 側で、NT さんチームが 2P 側でお願いいたします。キャラはレリウス・アズラエル VS ライチ・セリカとなっております。さあ今日はセリカが多いぞ、2人だけど、2人だけど、さあ動画台にはまたしてもセリカが登場。はい、準備ができましたらスタートボタンの方を押しちゃってください。 Please select your character. さあまず先鋒戦出てくるのはアズレル、アカシアズレル VSネリマライチ。お互いにすでに戦線近く、明石さんは戦線越えですね、もう。はい、やり込みぜ。さあまず第一ラウンド、さあジャンプ読みの、ダッシュ投げは、ダッシュジャンプ投げは、誰も、ここで、ゴシフェイトル確認から、3段して、3200、逃げてダメージ、しょっぱながら、さあ、めくりを使って、護衛が、カウンターから、しっかり確認して、青いけど、バックステで、強いを避けている。さあ、オーバードライブ使って、切り返していく。さあ、逃げカウンター。ここはバースト入っていく。一通は4人、
エビ教隊勝利したのは、ミオナイチ林神楽チームかな。それでは、続きまして B 兄弟にまたお呼びしていきたいと思います。テレビ機のロチャさんとアズラル機械のマトさん、ロチャさんいますか。やってる。じゃあもうしばらくお待ちください。ロチャさんが終わり次第試合の方を始めていきたいと思います。タイトルは新潟地帯の菊さんと新潟地帯の石田さんとなっておりますので、準備の方よろしくお願いいたします。さあ営業隊の方戻っていきましょう。おっと、マエスクローラー 6A 振動を呼び出ったのかな。ロケ神田からしっかりと殺しきって、まず先方に勝利していったのはアカシアズレイル。さあ続いて2番手出てくるのはNT セリカ VS マブドブレディス。お互いに人形使いだが、お互いに違った性質の人形使い。さあ試合の方を見ていきましょう。まず開幕でダメージを取っていたのはレリウス側だったが、すぐさまセリカの方もダメージを取っていく。ジャンシーが当たってここはバーストを使って壁を壊せる。さあ下段下段と中段はマージャンプでよくていたが、セリカキックがカウンターして下段が通る。さあ中段通って3発3発だが体力はもう3割ぐらい削れている。ジャンディ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 か D の発生が分からないけど、ここは熱波にカーチャンシロ、これはゲロンだよ。さあ4点近く一気に体力を奪われてしまった。どう巻き返すか。さあここでレイス側にはベンチャーがついているが、自らカーチャンのランプに飛び込んでしまった。しっかりと下ろしきってまず第一ラウンド取っていったのはマブドブレディス。2ラウンド目下からペコペコ出してまずは削っていった。さあカウンターしている 5A で潰そうとしていたのが見えたが、カーさんの攻撃がすでに発生していた。さあ一気に打率6割ぐらい持っていってしまったが、ラッチャン使ってダフからバーストを使わせずに殺しきって勝利していったのは、マブカブレリウス明石アズレルチームです。おめでとうございます。はい、それでは、ロチャさんとマトさんチーム VS、イジラさん、チクさんチームです。じゃんけんのお願いします。同時出しですので、コンパネだけ。
あ。壊れた。え？電源入ってる？入ってます、入ってます。あ。それでは、準備ができましたら、スタートボタンの方を押しちゃってください。B 兄弟の方にも、選手をお呼びしていきたいと思います。鉄尾杉山チーム VS、マブカプ明石チームお願いいたします。マブカプさんと明石さんいらっしゃいますか？あれ？アズラエル使いのマブカップ、すいません、逆でした。明石さんとレリュー使いの、マブカップさんいらっしゃいますか？試合です。連続で。すいません。鉄道さんと、石田さん。はい。いや、じゃんけん。じゃあ、じゃんけんで、コンパネだけ。じゃあ鉄道さんたち1P があれ、マブカプさんたち 2P があれ、お願いいたします。 P 兄弟になります。さあ A 兄弟ではロシャテルリバース、石田陣が対戦を開始している。さあラッキャンを使って運んでいく。6円からしっかりとカウンター確認。さあ親方が様子見から体育しっかりと上を見ている。ジャンディで点で潰して、おお素晴らしい、素晴らしい判断でしっかりと殺しきっていく。ロッテルミまず大事なのを取っていく。さあガンダッシュがゴシーで押し置き、投げにはスローカウンターがついている。さあ一気に体力を奪っていって、サンシーが預かってしまった。今回のバリカが強いためサンシーが届かなくなってしまった。さあジャンピーがカウンター、ここはガンダッシュがいたらスローリジェクトミスを誘っていった。ヒレンショーは全然ガード。さあ超えれんだが見えていないが、投げが飛んでシックにはバーストしていく。さあ対空やめ、おーっとカウンターだったが、あ、二塁が間に合わなくてまだ生き残る。さあここから逆転できるか。6へしっかりと 2D 見てからマージャンプ。何か当たってしまったら死ぬ体力だが、さああれほど対戦をされると、これは死ぬのか。まだ残る4600、いいダメージ。でも何か当たったら死んでしまう、怖い。ラストジャーンと吹雪が使って2ミリスカウェーとちゃんと押し出して勝利していったのはロッチャテルミ。さあ B 兄弟勝利したのは鉄尾セリカ。先ほどから鉄尾セリカが猛威を振るっている。
さあ、影響隊、続いて出てくるのは、マツオ・アズネル VS チークテイヤ。完全に身内戦だが。The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. パソコンの。了解。威力の力だ。私はリハーレさあ影響隊サンキーからこれ減るんじゃない2700さあ一気に体力を奪っていくチークテイヤ今回のカラーは赤いと赤黒いさあフェーダーを使っておしゃれなコンボ決めていくボディはしっかりガード今回テイガーのボディはかなりのプレッシャーをかけれるさあボディ読みの 3C はさあ意地でも動くお素晴らしいサンディで差し込んでいくボディはグスタフカウンター出場いいさあダウンおすげえ減る4100ラッキャンとって中段を通していくまず1ラウンド目通っていったのはマツオ・アズネルさあテイガー側は技を置いているがアズネル側はゴチで潰していくさあジャンエンタイク青いけどしっかりとダウンまで取っていくサンディは見てからナイスアップサンディさあごえごえ何か痛いの当たったんじゃないかさあ前前提はジャンディで勝って紫投げはしっかり抜けてしっかりと上を見ているおっとジャンディ C が当たらず行動しきれないが体力差は圧倒的に手が有利さあジェネをかまして勝利していたのはマツオ・アズネルB 兄弟勝利したのは鉄オ杉山チームですおめでとうございますさあ20カウンターこれはどでかいダメージが入るんじゃないか青いけど動画動画だから悪いことしようとしたのと6へ西ボディからエリアル3400これはチャンキーがカウントしている素晴らしい反応でバーストを吐いて強弱点ダーカンは読んでいるまだ殺しきれないかさあスレッジで上レッパが上がるつぶしでまず他所戦勝利して並んでいくチークテイガー石田陣チームさあ出てくるは先発戦勝利したロチャテルミだがテイガーテルミってどういう組み合わせなのか分かりませんがPlease select your character. Yuki Terumi. Iron Tager. The Wheel of Fate is turning.Rebel 1 Action! Ureji! Nageki! Nageki! Sakeru!
影響台戻っていきましょう。テイガー VS テルミ、まず開幕はテルミが取って 5C から画面端へ、おおゲージを剥がしていく。え、入ってないのか、入ってるよ。さあスレッチでボディを消しながら進む。ラッシャー使って、おお落ちるけどバーストまで剥がせることに成功。さあここから位置入れ替えてスレッチから2回踏んで、おおしっかりと逃げ方を調べている。おーそんなのから、さあおそらく投げ仕込みのガーキャンでしょう。さあ1ラウンド目、おおスレッジ2連続でボディを潰していく。なぜかオバドレグこれをやってないという声が漏れていたけど、さあ防衛カウンター、磁力つけられてバックステムのゴーシーには防衛でお処置。さあ2段目オクラスラビアンから、さあ A ドラにはジャンニリーで、今のはすげえのが見えた。さあ回復はしっかりバリガシ投げ、さあゲージは100%あるぞ。リダッシュからスライドか、スライドからこれはさすがにしっかりと5300、素晴らしいダメージ。さあ危ない事件が起こりましたが2ラウンド目取り返して最終ラウンドへともつれ込む。さあジャンピーが当たってオーバードライブを使ってここラスト、おいしい位置を入れ替えて、さあ先飛びジャンピーから逃げたいく、久しぶりに逃げたいときた気がする。スレッジには熱戦がね、おしゃれこちらも位置を入れ替えて、これは速くなったため、ジャンピーが空中カウンターは何も起きないけど、テレビのターンが続く。ラーピアン使って上入れパワーチの2秒、あーっとこれはおっとまだ行ってるか。さあここでテイガーがバースト下がる。さあテイガー顔が光っている、投げは冷静にジャンプでかわしているぞ。バースト投げる、さあどうなる、投げ上げる、素晴らしい大丈夫でしょう。あーっとロクシーが前ジャンプで受けられてしまった。ということで勝利したのは石田陣地区タイガーチームです。すいません連戦です、お待たせしました。来世の美穂さんと神楽塚の林さんチーム、さあ影響台いろいろな叫び声聞こえていたが、勝利していったのはチクタイガーチーム。さあ、先方が決まったら、スタートボタンの押しちゃってください。先方出てくるは林神楽 VS チクテイガー。
カーグラーのことは全くわからん。火力が高いぐらいしかわかんないな。さあこの組み合わせどうなっていくのでしょうか。The Wheel of Fate is turning. Rebel One.さあ開幕はお互い前ジャンプから何も起きなかったけど先に磁力をつけていく。駒投げはバックする動きで、いいダメージが出ている。中段はしっかりガード、 5D はクータジャンピーで押しとき、さあワイバーン壁まで運んで 6C、 おおマジ 6C はジャンピーで潰れる。さあ小間投げはしっかりジャンプして避けるも、おー素晴らしいやんだ。これは殺しきるか、あ漏れな漏れてしまって、おーいって青い、あーっと入れなって最後決めていくのは冷静にホイール。さあまず第1ラウンドいろいろあったけど取っていったのはキクテイガー、下段が通る。ジャン A が強い。さあここはゴミドームにスレッチアップ、ジャン A はしっかりガードをしていたが反撃は間に合わず、中段が通る。あれ中段だとあるんだ、おおすげえ言ってる、マジか。さあ中段だけ通して火力がやばい、パフナーで一気に減りますね。あれさあ押し牽制にはジャンピーで押し置き、ドア技ついてるも、さあ表の下段2へカウンターから画面端まで持っていく、おお結構あるな、青い青いけど、おお無敵あるんだ、体の敵か何かがあるんでしょう。さあジャンビーを使って、おっと気まずい、ここはバースト入りく、さあスレッチ長い受け身をかっこいい、なんだロケクジット、もうおったジャンピーバウンド、これはさすがにこのスキルだでしょう。先鋒戦勝利していたのはチークセイガー。さあ続いて出てくるのは西田陣 VS 三浦一。先ほど美穂さんと対戦させていただいていましたが、ここで石田陣にランクダウンマッチが発生。これどうなるでしょう。さあまず第1ラウンド 6B は垂直ジャンプでよけて、一瞬ヒヤッとしたけどしっかりと一通の下段の輪ガードしていた。 2B で勝機に動きつつ殴っていく。さあ上位2へと前転は 3C で勝っていく。早くもバーストを使って、一通が表に出ていた。さあディレイガードリングを使って、
一通で。さあお互いいろいろ何かを読み合っている模様。これは下段が遠く、さあまた立ち回りと戻っていく。防雪地からいろいろして6C。 あーこれで何かが無理だけどダメージは十分 3200。 さあ下段通ってここはバースターカスいく。キャップを中断してくるガード、ロッキーまでガード、2人しっかりと調べている。まずダジルと取っていったのはイスラジン。おっとキャンプには吹雪が上がって、おー素晴らしい素晴らしいアドリブ、6人つまめダウン取って中断で補正を切って、こちらも3000といいダメージ。さあ前転はオリジャンビで勝っていたが、コンボは一定数 5C に 2B で差し込む、中断しっかりガード、ラッキアンコミの中断もしっかりガードしている、中断もしっかりガードしている、ガードは硬いぞ。さあここ棒が引っかかってしまい、1ラウンド取り返していくミオライチ。ガンダッシュはジャンシーで押し置き、ジャンニー D かな、ジャンニー D で体育を取らせて中段タグ取って、おっと翔剣にカウンターしていた、ロケカウンター、おおかっこいい、ツバメまたダウン取って、ヒレンソーが当たる、ここはコンボに行けないと判断、ガーキャン読み、結構減ってる。砂漠背読みのピダッシュ越しはしっかりガードしていた、さあ飛行機が漏れていた、対空 5B はしっかりガード、チョーカーから 5B はカウンター、そこにバースト入っていく。さあ下段通っている、これは知るのか、まだ知らない、カウンター 5B がカウントしていた、何かが漏れていた。さあランクダウンしてしまった、俺が座れる。さあ大将戦シクテイガーバーサスミオライチ、この組み合わせは今作は大地が安定しないと言っているが、なんかスレッチ起きてが強いのかな、わかんないけど。さあ開幕ゴミが完成している、さあ中断通ってバーストをまず吐いてダメージを取らせない、さあ追加、素晴らしい一通でレイヤーの飛びを潰していく、 2D で前に出るも冷静に対処していくミオライチ。さあ4点すげえダメージ、スレッジで割り込んで、ここは冷静にガードして隙を見て殴っていくミオライチ、決して無理をせず、さあこれガンガン使って、おっとジャンディが一瞬上に行くからそれで避けられてしまった。さあガンダッシュで下くぐってガンダッシュ逃げる、
ハンマーは落下でフォロー。さあここはガーキャン使って、まだ知らないけど何かが当たったら死んでしまう。さあスレッジにはジャンピーで大関1ラウンド目取って、決勝へとリーチをかけていく。ミオライチ、さあ 6B は前ジャンプ C で避けている。ボビーカウンター空だから攻め継続。 6B を下に立ち回っていくミオライチ。さあ 6B からジャメン外れコンボを決めて投げはしっかり受けている。西井耐久もしっかりガードし、なんかダメージを奪っていきたい。出世がおっと6位しろ。これは青いけどしっかりと。さあガンダッシュで中央へ逃げて 2D はおっと素晴らしい、いろいろあって雑音返しから一応入れ替えていく。スレッジの追加は棒がしっかりと反撃入れてくれて、さあきついぞ。おっと2D で戻りをか避けていたが、さあこれはきついぞ。お願いしますぞ。ここはキャンチーが重なっていて勝利したのはミオライチ。ということで決勝へと進んだのはミオライチ林神楽チームです。おめでとうございます。それではお待たせいたしました、決勝戦の方、セリカ使いの哲夫さんとバルケン使いの杉山さん、やってる？やってぬ？やってない？哲夫さん、伊沢さん、了解です。じゃんけんぽい。じゃあ、哲夫さんたち 1P 側で、ミオさんたち 2P 側でお願いします。壁側の状態でお願いいたします。セリカバルケン VS ライチカグラとなっております。Please select your character. さあ、先方出てくるのは杉山バルケン、対して出てくるのは林神楽。これはどういう組み合わせなんでしょう。それでは試合の方を見ていきましょう。開幕は飛び道具を巻いていく、オリジャンシーカウンターから神楽のダウンが始まって、中段から2200、バグナー使ったが男にはなかったけど、いろいろあってフォローから画面端まで運んでいく。さあ中段ガード 2A で 6C は止めていた。さあ2連続中段はわーわー、ひらにはリストを取って落とし、さあ中段からここバーストってまだ諦めない。おっと飛び出すカウンターから素晴らしいアドリブ、おっとバーストするのが調べていた。しっかりと西にケニーで差し込んで、まず第1ラウンドを取っていったのは杉山バルケン。
ロキーは私で受ける。さあ、球団がいきなり飛んでくる。運んで、ロキーがずっと出てて、中段が通る。これはさっき見たらメンズ減ってた。うおー、メンズ減る。まだ減る。マジか、ロキーすげえダメージ。さあ、さすがに相手を捕まえるのが大変なカグラ。火力はしっかり出て、後ろ投げからしっかり殺して1ラウンド取り返す林カグラ。ジャンシー意外と判定が少ない。さあ、なんかブンバースやって技を置いていて、西投げ、西が長い。さあ、ロッキー当たる。ここバースト。多分おそらく真剣の後ろは死ぬんでしょう。オリアンシーが強い。長い構えから攻撃しに行くも冷静に吸い上がるでも大将。さあ、ノートにロッキーが当たり、バーストを吐かせる。ロッキーが届かない。なんとかしてオートミゲージを稼ぎたい。あーっと、あーっと、中段が通って、これはまだ死なない。さあ、ガキを使ってディストーションが当たるけど、これはまだ生きるでしょう。さあ、飛び込むから冷静に対処していく。いや、当たって逆転していく。すげえ守り君。さあ、先鋒戦ハラハラしつつも杉山丸健がまず先鋒勝利していく。続いて出てくるは鉄尾セリカバーサス三浦一。さあ、鉄尾チームリーチをかけている。まず第1ラウンド、この組み合わせは全く分かりません。さあ、中段からまず攻めていくのは三浦大志。さあ、リーチの長い技で固めて崩していく三浦大志。前線は2へで勝って、飛びは棒が勝っている。一気に体力を奪って逃げたい。空から、さあ、これは中段ガード、中段が通る。バーストは使って、第一ラウンドを通っていったのは三浦大知。さあ、ジャンディにジャンビーが当たって 5B から1600、バックしては4で冷静に対処。ここはバースト入って、セリカキックが何ですか、当たんなかった。投げが通って、これは位置を入れ替えるコンボでしょう。つまみ返し3200いいダメージ。中段ガード、クラス4ガードしている、素晴らしい。さあ、ガードを叩き、鉄のセリカジャンビーから触って、さあ、シーシード、これや4400。さあ、ゴミが当たって、これはしっかりと殺しきって、2ラウンド目取り返していく。鉄のセリカ、さあ、ここで優勝とリーチをかけていく。セリカキックで、ここはロッキーとジャンピーが相打ちだが、受け身不能、長いのはロッキー。4000近く一気にダメージを奪われ、下段が通り、ここはバーストを使って棒を置き去りに。さあ、中段通る、これはさすがに見えない。これは
厳しいか、ガードが硬い。下段を取る勝利者のミオラジ。さあここでミオラ一チームも優勝へ取り位置をかけていく。さあ前作ではバルケン殺すマンだったライチだが、今作はどうなんだ。横棒が1ヒットになったのが結構響いてくるのかな。さあ本日のラスト試合、勝った方が優勝。まず第1ラウンド、さあカウンターから素晴らしい上がり目でダウンまで取っていく。さあ棒がすごい邪魔なように見えるけど、さあオリジャンピーカウンター、ダンシーが棒の手で当たらなくて一斉で割り込んでいる。さあ縦棒がカウンター、緑投げ取って、これは死ぬ、死んじんで、まず第1ラウンド取っていったのがミオラキ。いろいろあってオオカミちゃん映画当たって、さあ運ぶぞ、前転からクロミガイシターンを奪っていく。ミオラキゴーカウンターから素晴らしい当たり、ここタックルと棒がカウンターして、キャッポが当たり、さあ中段が通り、一気にダメージを奪い返していく。ロッキーが当たんなかった、しっかりと大組5ビーで対空して、バックしては2ビーで勝っているが、ゴーシーが当たらず、おっとボールの戻りが当たってしまう。オーバードライブ、ここはダンキャンで離れていく。さあ気まずい周り、バルケン触る、ダンキャン使って逃げるも、あっとおっとが見えなかった、下段で取ってみんなバースターにいく。さあブレーキタイム、棒がないし切り返せなかった、ニオキズマム勝利したのはミオラジ。ということで、本日12月3日水曜日、新宿スポーツランド本館ラン、ブレイブレイランドの 2-1、優勝したのは、ランチ会のミオさんと神楽使いの林さんチームです。おめでとうございます。皆様たくさんのご参加ありがとうございました。今週の金曜日は注意味毛量杯はございませんので、お気をつけください。
Select your character. Lighty failing. それじゃダメよっ。はっ、それだ。エレント、まずエレント、行きなさい。行くわよ。全機なさい。行くし、進行大反対。はい、さあ、まず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 こういう手はどう？いるわよ。元気なさそう。耐えなさい。耐えなさい。よっ。はい。これでどう？これで行きなさい。いるわよ。やっと。これで行きなさい。苦しい。耐えなさい。やっと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 。これでどう？行きなさい。やっと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 。Please select your character. Celica, a Mercury.The Wheel of Fate is turning.Rebel 1! Action! 危ない！ 発動！戻ってらっしゃい！ 危ない！ 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 危ない！Kagura Mitsuki.
The Wheel of Fate is turning. Rebel One, action. You bastard! それでは、これにて、スパランの、本日の放送の方を、終了したいと思います。皆様、たくさんのご視聴ありがとうございました。また来週も、あると思いますので、楽しみに待っていてください。